誰もが知る顔、でも知られざる物語。今回の動画では、日本芸能界のカリスマ的存在、植草克秀さんの輝かしい表舞台とその陰に隠された私生活の真実に迫ります。植草さんのキャリアは、少年隊としてのデビューから始まり、トップスターへと駆け上がる彼の足取りを追います。しかし、スポットライトの背後では、彼の人生は複雑なドラマに満ちていました。結婚、離婚、そしてスキャンダル、これらは表面的なエピソードに過ぎません。動画では、植草さんがどのようにして家族との関係、特に元妻との確執や再婚後の生活が彼のキャリアにどのような影響を与えたのかを探ります。ジャニーズ事務所での彼の地位と、同僚との確執や友情についても詳しく解説。彼がどのようにして個人的な挑戦を乗り越え、変わりゆく芸能界で自己の地位を確固たるものとしてきたのかを見ていきます。さらに、植草さんの公私にわたるスキャンダルがメディアとどう向き合ってきたのか、そしてそれが彼の公のイメージにどのように作用したのかも焦点を当てます。彼の挑戦、敗北、そして時には勝利の瞬間まで、植草克秀さんの道の一面を皆さんにお届けします。これは、ただのセレブリティの光と影の物語ではありません。一人の芸能人が直面した現実の世界と、その中で彼がどのように自己を見つめ直したかの記録です。それでは植草克秀さんのジャニーズ事務所でのキャリアと退所について見ていきましょう。植草克秀さんは、1980年2月にジャニーズ事務所に入所し、その後少年隊のメンバーとして活躍しました。彼は千葉県千葉市出身で、音楽的な才能が早くから芽生え、中学1年生の時にジャニーズジュニアのオーディションに合格、高校は明治大学附属中野高等学校に通いながら、ジャニーズ事務所での芸能活動を開始しました。1985年には、少年隊として仮面舞踏会でレコードデビューを果たし、その後も多くのヒット曲を生み出しました。植草さんはかっちゃんという愛称で親しまれ、1980年代の男性アイドルシーンを牽引する存在となりました。彼の活動は音楽だけに止まらず、さすらい刑事旅情編や渡る世間は鬼ばかりなど、数多くのテレビドラマにも出演し、俳優としてもその才能を発揮しました。しかし、2020年12月31日をもって、植草克秀さんはジャニーズ事務所を退所しました。この退所は、彼の個人的な成長と新たな挑戦への意欲によるもので、芸能界でのさらなる飛躍を図るための一歩となります。ジャニーズ事務所を離れた後、2021年には自身の新会社に STEPS を設立し、新たなフェーズへと進んでいくことになります。この移行期において、植草克秀さんは過去の経験を生かし、より多角的な活動を展開する可能性を模索しています。彼の動向は今後の芸能業界においても注目される部分であり、新たな事業とともにどのような活躍を見せるのかが期待されています。次は植草克秀さんの家族関係と私生活の問題点についてです。植草克秀さんは1994年に元モデルの樋口千恵子さんと結婚しました。二人は高校時代からの交際を経て、10年間の長い付き合いの末に結婚に至りました。しかし、一緒に生活を始めると、すれ違いが生じ始め、2010年12月には離婚に至ります。離婚理由としては、生活感のズレや性格の不一致が挙げられましたが、後に千恵子さんからは DV や不倫が真の原因だったと暴露されました。植草さんは2013年10月に再婚します。お相手は芸能事務所経営者の娘であり、少年隊の熱狂的なファンでもありました。二人の関係は植草さんが前妻との間にあった問題が表面化する前から始まっており、一度は破局に至りましたが、その後、オンラインゲームを通じて再び連絡を取り合うようになり、関係を続けていきました。再婚後も、植草さんの私生活は波乱に富んだものとなり、メディアに度々登場することとなりました。植草さんの子供についても、彼の生活と密接に関わっています。樋口雄太さんは植草さんと千恵子さんの息子で、2007年にジャニーズ事務所に入所し、芸能活動を開始しましたが、両親の離婚と同時に事務所を退社しました。その後は、芸名を樋口雄太へと変え、ジュノンスーパーボーイコンテストでフォトジェニック賞を受賞し、俳優として独立したキャリアを歩んでいます。家族との関係は、植草克秀さんにとって多くの挑戦を伴うものでした。彼のキャリアや名声にもかかわらず、私生活では数多くの試練に直面し、それが公にも明るみに出る形となったのです。植草さんの人生は、成功と挑戦が交錯する複雑なものであり、その一部始終がメディアを通じて日本中に伝えられてきました。
次は植草克秀さんのジャニーズ事務所内での人間関係と確執についてです。植草克秀さんがジャニーズ事務所でのキャリアを築く中で、彼の人間関係は業界内外でしばしば注目の的となりました。特に少年隊のメンバーとして共に活動してきた東山紀之さんとの関係は、多くのファンやメディアによって密接に注目されていました。2人は1980年代から1990年代にかけてグループの中心メンバーとして活躍しましたが、時として意見の衝突が生じることもありました。東山さんとの確執の噂は、特に1990年代後半から2000年代初頭にかけて表面化しました。この期間に植草さんが経験した複数の不祥事が原因で、東山さんとの間には距離が生まれたとされています。具体的には、植草さんが関わった一連のスキャンダルがグループ全体、そしてジャニーズ事務所のイメージに影響を与えたことで、東山さんとの間に緊張が生じました。植草さんはこのような困難な状況の中でも、ジャニーズ事務所内での自身の地位を保ち続けるために奮闘しました。事務所内部では、彼の人間関係がしばしば権力闘争の影響を受けることがあり、その過程で多くの葛藤が生まれました。これらの葛藤は、彼の公私にわたる活動において重要な役割を果たし、時には彼の決断や選択に影響を及ぼすこともありました。ジャニーズ事務所を退所するに至った背景には、このような人間関係の問題が一因として挙げられます。植草さんは退所後、新たな道を模索する中で、過去のジャニーズ事務所での経験を生かして独自の活動を展開しようと試みました。事務所退所後の彼の動きは、彼が過去に築き上げた関係や経験に基づいており、彼の芸能活動に新たな展開をもたらすものとなりました。最後は植草克秀さんの公私のスキャンダルとメディアの扱いについてです。植草克秀さんは長年にわたり芸能界で著名な存在でありながら、そのキャリアはスキャンダルによってしばしば影を落とされました。彼の人生はメディアによって繰り返し取り上げられ、特に私生活での問題が公の注目を集めることとなりました。彼が関与した一連のスキャンダルは、多くの場合その職業生活にも影響を及ぼしました。2002年には植草さんは未成年者へのわいせつ行為で逮捕され、これが大きなメディア報道を引き起こしました。この事件は彼のキャリアに大きな打撃を与え、一時的に活動を自粛せざるを得なくなりました。しかし、彼はその後の裁判で無罪と判決され、活動を再開することとなります。この一件は、彼のイメージを回復させるのに時間がかかり、多くのファンや関係者からの支持を必要としました。メディアによる彼の取り扱いは、彼の私生活の細部にわたって報じられることが多く、時には過剰とも思える報道がなされました。特に彼の恋愛関係や家庭内の問題は、メディアの間で頻繁に取り上げられるテーマでありました。これにより植草さんのプライバシーは大きく侵害され、公私の境界が曖昧になることがありました。公の場での振る舞いとその影響は、植草克秀さんにとって重要な課題でした。彼はスキャンダル後の復帰を試みる中で、より慎重な公のイメージを築くことに努めました。これは彼の職業生活における挑戦の一つであり、彼がどのようにして過去の影響から脱却し、新たな未来を築こうとしているかを示すものでした。私たちが見た植草克秀さんのストーリーは、一人の人間がどれだけ多面的であるかを改めて思い起こさせるものでした。今回のビデオで、彼のキャリアの光と影、家族との複雑な関係、そしてメディアとの戦いを詳しく見てきました。植草さんが直面した挑戦は、彼だけのものではなく、多くの芸能人が直面する普遍的な問題を反映しています。彼の人生からは、名声がもたらすプレッシャーとその影響について多くを学べます。特に公のイメージと私生活の間の線引きは常に難しい問題であります。植草さんの場合、彼のプライベートが公にあらわになったことで、彼の人間関係にも大きな影響を与えました。これは彼だけでなく、彼と関わる全ての人々に影響を及ぼしたのです。植草さんのストーリーを通して、我々は芸能界の華やかさの裏にある現実を見ることができます。彼のような公人の生活がどれだけ複雑であるかを理解する機会となりました。今回のビデオが提供した情報は、単なる表面的なエピソードではなく、一人の芸能人が直面する現実の一部を示しています。コメントで皆さんの感想を教えてください。このビデオが植草克秀さんへの理解を深めるきっかけになったか、また他の芸能人の話を聞きたいかどうかを共有していただければと思います。私たちは皆さんからのフィードバックを歓迎します。次回も
見逃せない話題を提供できるよう努力を続けます。